皆さん、こんにちは。今回、皆さんにご紹介するのは、日本軍が大敗北したミッドウェー海戦において、単独でアメリカ空母ヨークタウンを撃沈した、潜水艦168戦の戦いです。太平洋戦争の開戦と同時に、アメリカ軍の本拠地である、ハワイ真珠湾を攻撃した日本軍でしたが、ここでは、空母を与えることはできませんでした。日本が取り逃がした米空母は、その後、単艦での白地襲撃を行ったり、日本にとって見過ごせない存在になっていました。極めつけは、1942年4月18日に、ドゥーリットル大佐らによって実施された東京空襲です。空襲自体による被害は大きくはなかったものの、国民に与えた心理的なショックは大きく、2度目の本土空襲を防ぐため、日本軍ではハワイの西にあるアメリカ軍の拠点、ミッドウェー島の攻略作戦が立てられました。これに伴い、アメリカ艦隊を捕捉し、機会があれば攻撃するため、第3、第5潜水船隊が、ハワイ及びミッドウェーに3回配備されます。しかし、日本軍の動きを察知したアメリカ軍は、早くに出航したため、配備点に着いた時には、攻撃の機会は過ぎていました。この時、第3潜水船隊に所属していた168船は、ミッドウェー付近の偵察任務を命じられます。以後潜水艦の中では、やや小型の海第6型 A で、艦隊決戦に用いられる潜水艦として、高速発揮に適した設計と、航続力の拡大のために搭載燃料も多くなり、艦の潜航に使われるメインタンクの一部を、燃料タンクに兼用できるようになっていました。168は、ドゥーリットル空襲の時にも敵空母を追って出撃しましたが、途中で機関が故障し、引き返していました。ミッドウェー作戦の参加を命じられたのは、ちょうど修理が終わった頃で、もしかすると、あの時取り逃がした空母を仕留めるチャンスが巡ってくるかもしれません。1942年5月29日、田辺八八少佐を艦長とする168は、糧食や魚雷、弾薬を満載して呉を出港。一路東を目指し、6月3日にミッドウェー島に到着します。敵に見つからないよう、168船は、すぐに潜航して偵察を開始します。島の北から時計回りに一周して、最後に西にある港湾に接近。港の様子や陸上施設などの偵察を行います。ミッドウェー島では、何機もの哨戒機が離発着を繰り返して、慌ただしくなっており、敵も攻撃が近いことを予測している様子です。6月5日には、日本空母の艦上機部隊による、ミッドウェー島への攻撃が始まりました。島全体が黒い煙に覆われ、天まで昇るような炎が吹き上がります。艦長から友軍の戦果を伝えられると、艦内は一気に湧き上がり、皆手を叩いて喜び合いました。出航前、186は作戦後の補給はミッドウェーで行えるから、気にせず存分に暴れてこいと言われていていました。機動部隊の後方には、山本五十六長官を乗せた戦艦ヤマトをはじめとする主力部隊が控えており、誰もが勝利は当然のものと信じて疑いませんでした。しかし、最初の空襲の後、当然あるはずの第二波がいつまで経ってもやってきません。胸騒ぎを覚えていると、今度は味方空母被爆の情報が飛び込んできました。もたらされた情報では大破とされていましたが、実際には、このミッドウェー海戦で日本海軍は、機動部隊の主力空母4隻を失う結果となりました。その夜、168は、潜水船隊司令部から、島の敵飛行場を砲撃せよ、との命令を受け、サンド島に広角砲弾を撃ち込みましたが、敵の迅速な反撃にあったため、撃つことができたのは6発だけでした。この程度では、とても戦局を巻き返すことなどできません。追ってきた敵の苦戦艇を撒いて、ほっとしていると、特別緊急電報です。暗号庁が、
慌ただしく艦橋へと駆け込んできました。我が海軍航空部隊の攻撃によりヨークタウン型空母1隻ミッドウェイの北東150海里に大破漂流しつつあり、168船は直ちにこれを追撃撃沈すべし、敵の主力空母という大きな獲物を沈めるというこの重大任務を聞いた乗員たちは誰もが奮い立ちました。空母がやられて味方の苦戦は必死の状況です。ここで米空母を撃沈することができれば味方空母の敵を討ち一矢報いることができます。田辺艦長は直ちに士官たちを集め戦闘準備を命じるとともに、いささかの手落ちもないようにと指示を与えました。168は北北東に進路を取ります。果たしてこの広い太平洋で一隻の敵空母をうまく捕捉することができるかどうか。航行中にも友軍苦戦の電報が次々と舞い込んできます。168だけでも何とかしてこの任務を果たさなければ。6月6日午前1時10分黎明の空の下、浮上して辺りを警戒していた168船で黒点一つ武漢主に認むと見張り員が声を上げました。艦長が双眼鏡を覗くと空母らしい艦影と周りに警戒艦と思わしきいくつかの黒点が見えます。168は先行して敵艦への接近を図ります。海面は静かすぎて波一つなく逆に襲撃には不向きです。もちろん波が高すぎてもいけませんが、これでは潜望鏡を少し上げた時のさざ波でもたちまち敵に発見されてしまうことでしょう。168は水中速力3ノットでゆっくりと進みながら潜望鏡で数回の慎重な観測を行い、敵の進路速度を割り出しました。米艦隊は空母を中心に1000メートルの距離で7隻の駆逐艦による警戒網を作っているようです。この空母は日本軍の攻撃を受けて損傷したヨークタウンでした。ヨークタウンは日本の雷撃機による魚雷を受け左舷に大きく傾き漂流していました。168はヨークタウンとの距離1万5000メートルに達し、敵駆逐艦のソナー音が聞こえ始めました。潜望鏡を上げると海面は東の風が吹いてわずかに波が立っています。まるで天が味方しているかのように襲撃のチャンスが巡ってきました。ヨークタウンの右舷からの襲撃することを決め、9時37分再び潜望鏡を上げると空母はすぐ目の前にありました。距離は500メートルといったところ、乗っている米兵の顔が見えるほどでいくらなんでも近すぎます。これでは魚雷が艦艇を通過してしまう恐れがあります。攻撃を成功させるには相手との距離800から1000は欲しいところ。ここで田辺艦長は大胆な行動を起こします。なんと敵のすぐ近くで168を360度旋回させるという離れ技をやってのけたのです。頭上では駆逐艦が行ったり来たりして、ソナー音はうるさいくらいに聞こえ、いつ見つかってもおかしくない状況です。戦後田辺艦長は米軍から呼び出されて、この時の回答について何度も尋問を受けたといいます。米軍も驚愕するほどの常識外れな行動、それも全てはヨークタウンを確実に仕留めるため。潜望鏡を上げると距離1200メートル、バッチリの位置につけていました。発射用意、撃て。168は1回目に2本、その2秒後に2回目の2本、計4本の魚雷を発射しました。40秒後命中音とともに激しい振動が起こり、艦を引き裂くような大爆発の音が轟きました。艦内では誰もが喜び合い万歳の嵐になりました。この時ヨークタウンには2発の魚雷が命中し、手追いの空母にとどめを刺すと同時に1本はヨークタウンに横付けしていた駆逐艦ハムマンに命中。168は
ハムマンも同時に仕留めたのでした。しかし、168はこのことに気づいておらず、日本海軍は戦後になる前、ハムマン撃沈の事実を知りませんでした。見事空母を雷撃したものの、本当の戦いはこれからです。潜水艦の存在を知った駆逐艦が、すぐさま、爆雷を落としにやってきます。この時、田辺艦長には、逃げるための秘策がありました。そして、168はまたしても、驚きの行動に出ます。なんと、沈みつつあるヨークタウンへ向けて進路を取ったのです。ヨークタウンの周囲には、脱出した乗員が海に投げ出されているから、敵も味方の巻き添えを恐れて、そう、簡単には爆雷攻撃を行えないだろう。それが田辺艦長の読みでした。168への爆雷攻撃が始まったのは約1時間後。敵は四方を取り囲み、5時間にわたって、100発以上の爆雷を落としました。潜水艦は水中では恐ろしく低速なため、逃げることもできず、じっと耐え忍ぶのみです。爆雷の一発が、168の艦艇で破裂し、168の船体は、水中で1メートルほど持ち上がりました。艦内の電灯が消え、応急灯が灯されます。前部と後部の発射管室に亀裂が生じて浸水し、破損した電池から漏れた硫酸塩と缶の底に溜まった海水が混ざって、艦内では有毒の塩素ガスが発生しました。乗員たちの呼吸が苦しくなっていきます。電動機も動かず、缶も停止し、火事も効きません。乗員はガスマスクをつけて応急修理に走り回ります。電動機は治ったものの、艦内の備蓄された空気は残りわずか。なんとかこの間に敵が諦めて去ってくれれば。午後1時40分、田辺艦長は、艦は浮上させることを決意します。すでに手は尽くし、万策尽きて、あとは、運を天に任せるしかありません。浮上した先に敵がいれば、それで終わり。乗員には放船準備を命じ、一矢報いる覚悟をしていました。しかし、運は、最後まで、168を見放しませんでした。浮上すると、周りに敵の姿はありません。1万メートルの距離に敵の駆逐艦がいるのが見えます。空母の姿はすでになく、撃沈したのは疑いようもありません。見つかったらしく、駆逐艦が反転して、こちらを追ってきます。168は、電池を充電するため、そのまま水上を航行して逃走。途中、連合艦隊宛に、我ヨークタウンを撃沈せりと打電しました。空気と電力の補充ができると、すぐに潜航。あたりは、夕闇が迫っていて、夜陰に乗じて雷撃されることを恐れてか、米駆逐艦は、今度はすぐ引き上げていきました。午後3時50分、解放された168は再び浮上。敵空母を撃沈し、自らも生還するという完全な勝利を収めた168は、漆黒の海の上を祖国への帰路に着きました。空母4隻を喪失し、日本軍が大敗を喫したミッドウェー海戦。その中で、168の功績は日本軍が挙げた。数少ない、そして大きな戦果でした。いかがだったでしょうか？よろしければ、動画へ、評価やコメントをいただければありがたいです。では、次回の動画でお会いしましょう。